おはようございます。今日もいいお天気なんですけど、寒そうで。でもなんかもう、日差しがね、春の感じしてきて、なんか嬉しくウキウキしますよね。はい。昨日ね、また、一人、ピアノの先生が、和声学び直しをね、始められて、昨日最初のレッスンだったんですけども、はい。それでね、いつも思ってるんですけども、和声が、分かるための決め手というかね、鍵というか、はい。それは何かっていうのをね、お伝えしたいと思います。それはね、ズバリ、もう、俗詞の解決なんですよ。はい。俗詞の解決。ポップス的に言うと、ドミナントモーションですかね。俗詞から一度に行く、ことを、俗詞の解決って、はい、言いますけども。はい。もうね、そこがね、鍵ですよね。でね、和声をね、やっぱり学び直したいっておっしゃる先生って、やっぱり、要するによく分かってないわけですよね。だからもう一度ね、学び直そうって、心に決めて、レッスンね、受けてくださってるんですけども、もうね、100%って言ってもいいぐらい、98%ぐらいの、先生方が、ね、この俗七の解決ということが、よく、なんか、分かってない感じなんですよね。でね、乱暴な言い方かもしれないんですけど、もうそれが分かれば、和声はもうほぼ分かったようなもんって言ってもいいぐらいね、やっぱりね、その俗七の解決っていうのが、一番大事なんですよね。で、どういうことかと言いますと、俗七、まあ、C メジャーで、言ったら一番わかりやすいと思いますけども、俗七、そう、シーレファですよね、G7。はい。その、ソとシとレとファ、それぞれの音が、一度のどこに進むかっていうね。で、まずは、ソシレファのシ。シは第3音。これは、同音ですよね。その調の、その音階の同音になるわけですよね。だから、必ず主音に行くと、シードっていうふうに、進まなくちゃいけないというか、進まないと、大体、なんか変ですよね。気持ち悪いですよね。そう。そして、次、ソシレファ、ファの、第7音ですね。ファは、どこへ行きたいかって言ったら、ファ、歌ってみればね、一目瞭然だと思うんですけども、ファは見に行きたいんですよね。絶対下がりたいの。で、それがファーソーとかね、言っちゃったりっていうね。そうするとやっぱりなんか変、なんかこうね、座りが悪いというか、まあ気持ち悪いですよね。だからその、ね、行きたいところに行かなかった時に気持ち悪いっていうね、そういう感覚？それがね、なんか薄いのかな？なんかね、そんな気がするんですよね。はい。それで、次は、ソシレファのレ、第5音ですよね。で、俗七の場合は、レは、ドに行きます。ただの5度の時には、レは見に行ったりね、しますけども、はい。俗七だったら、レはドに行くと。そして、残る、その音ですね。俗七のコーン。これは、1度の第5音になるわけですよね。で、つまり、共通音。どっちにも、含まれてる音。共通音で言いますよね。で、共通音は動かさないって。これが、まあ、鉄則と言いますかね。っていうことなんですよ。はい。で、それがね、例えば C メジャーだったらわかるけど、ゲスドアになったらわかんないとかね。なんかね、こう、調合が増えてくると、なんかわかんなくなっちゃう。っていうね。昨日のその先生も、なんかそれで、レッスンが終わった後に、こう早速ね、その俗七の解決前兆を、ノートに、書くようにね、伝えたんですけども、そしたら、早速、やってらしたみたいで、そしたら夜ね、なんかでも、途中でわかんなくなっちゃいましたって。それで、なので、ね、それ書い、まずはね、だからその、譜面に書いてみて、で、それをまずは正しくそうね、弾けるように、手で覚える、指で覚えるっていうふうに、して
かなくちゃいけないんですけども、うん、でも、それ書いてあるのが合ってるかどうかわからなくて、で、うん、その間違ったままね、覚えちゃうと困るから、で、なんか、書けたら、一度送ってくださるっていうことで、はい。で、そしたらチェックして、送り返せばいいんですけどもね、うん、なんかそういうふうに、何町でも、メジャーでも、マイナーでも、とにかく属七一度が、すんなりこうね、つながることができるかどうか、つなげて、こう、弾くことができるかどうかね。うん。そこがね、やっぱりね、一番のその鍵になってると思うんですよね。随分たくさんの方をね、指導させていただいてますけども、まあ本当に、うん、ほとんどの先生が、そこがね、おぼろげというかね、よくわかってらっしゃらないみたいなんですね。はい。なので、うん、とにかく、属七から一度っていうね、この進行が、一番その自然に、行けるところなんですよね。うん。だから、それが、ちゃんとね、響きでも分かってるし、もちろん譜面上では分かっていて、それで、とにかくね、手がスムーズにこうね、ちゃんと、どんなポジションでも、うん、動いていくっていうね、そこがね、すごい大事なんですよね。はい。だから、ソシレファーからだったら、ソドミに行くし、シレファソーからだったら、ドミソに行くし、レファソシーだったら、ドミソドーに行きますよね。で、ファソシレーだったら、ミソシーに行くっていう。うん、それがね、うん、きっとね、こう、よーく考えれば、わかるんですよね、みんなね。皆さんね。うん、だけど、それが、もうとにかく、パッパッパッとね、瞬間的に、それがちゃんとひらめくかどうか、指がそういう風に動いていくかどうかね。うん。そこをね、しっかりトレーニングしてくれると、うん、まず、姿勢体の和声課題やっても、次にどこに行ったらいいか、ひらめくようになるんですね。で、ま、もちろん、ね、和音、いろんな和音があるわけです。で、属七から一度、だけじゃないですよね。一度から四度にも行くし、四度から五度にも行くし、それで、うん、一度から三度に行くこともあるし、一度から六度に行くこともあるしと、まあ、いろいろですよね。うん、だけど、じゃあ六度からどこに行ったら、こうね、一番、スムーズにつながるかっていうと、それやっぱりね、六度だろうが、二度だろうが、四度上の和音に行くのが、うん、一番すんなりつながるんですよね。うん、つまり属七一度の関係なんですよね。バスを考えると、バスは相当ですよね。うん、相当つまり4度完全4度上がるわけですよ。完全4度高い音に和音に、進んでいくっていう、それが一番自然なんですよね。うん、でだからうん、属七から一度に行くのが一番自然なわけです。だから、一度から四度も同じ関係なんですよね。うん。一度から四度、ドからファーでしょ？うん。だから C から F に行くっていうことは、つまりは F メジャーの五度、一度なわけですよね。うん。で、例えば、A マイナーから D マイナーとかね。うん、それもやっぱり、ラレ、ヨダ上がりますよね。うん、だから、それどっちもマイナーだけど、やっぱり、その、ヨド上がるということは、その、属七から一度に行く、その、力を持ってるんですよね。要するにね。だから、3度から6度とかも行きやすいし、6度から2度も行きやすいし、うん。っていうふうなことになってるんですよね。うん、なので、それ、やっぱり、それがひらめくためには、その、属七一度なわけですよ。もうとにかく属七一度にね、立ち返るっていう、うん、そういう感じですよね。うん、うん。で、だから、よく、使う、循環コードってありますよね。1625っていうの。あれ、一度は、一度と六度は、まあ、同じトニックだから、一度から六度はいけるわけですよね。うん、そして、
実はその5度を、2度と5度に分割するっていうこともができるわけですね。で、2度から5度に行くっていうのはやっぱり余談がありますよね。はい、霊層っていう関係で、そうすると1度から6度同じトニックに行って、で6度から2度に行くということはラーからレ、やっぱり余談上がる、でレからソが余談上がる、そして属詞からソードと、あの、うん、また一度に余談上がるって、余談上がることの繰り返しってね、うん、なわけですよ、うん、だからとにかくこの余度進行、余度完全余度上がる、うん、その進行の、一番元になってるっていうかね、それが属詞一度なわけですよ、うん、だからそこをちゃんとこう抑えれば、うん、もう和声課題はそんなに、うん、難しくなくて、あ、次各パートのね、ソプラノ、アルト、テノール、うん、バス、それぞれのそのパートの音がね、うん、次の和音の第何音に来たか、どこに進みたいかっていうね、うん、そこが自然にね、ひらめくようになるんですよね。はい。なので、うん、さ、和声の勉強だからって、ね、禁則とか、こういう約束事だけを、覚えて、それでいきなり和声課題やると、なんだかわけわかんなくなっちゃうんですよね。うん。だから、まずは、うん、属詞から一度っていう、それが、とにかく前兆でできるかどうかね。うん、メジャーだけじゃなくてマイナーも、はい、っていう風なね、うん、トレーニングをしていくと、もう絶対分かるようになります、うん、なので私はヨシコメソードというカデンツを習得する、そのメソードをまずはそこでしっかり横の流れとか、うん、ね、確認して、でそれから和声課題をやるっていう風に広げていくんですよね。ね、皆さん本当とっても分かりやすいと言って、はい、できちんとね、できるようになっておりますので、はい、うん、和声苦手という方はもうぜひその属詞一度がきちんとね、うん、つなげられるか、手で覚えられる、手でね、あ、すんなりいくかね。で、手がこう動けば、和声課題やってても、例えばミーは、ファに行って、G7 のソシレファのファーは、ファーは見に行くっていうふうなことがね、うん、そう、こうひらめくわけですよね。うん、うん。だから、はい。で、こうカデンツで、全部のポジションでやってみると、ドミソーからスタートする、ミソドからスタートする、それでソドミからスタートする、っていう風に、それを全部ね、きちんとできるようになったら、ドミソの、ソの、横の流れは、それが、上にいても、下にいても、真ん中にいても、変わらないんですよね。うん。そのことに気づいてもらうと、そしたら、つまりは、それがソプラノにあっても、テナーにあっても、アルトにあっても、変わらないわけです。はい。そこに、気がついて、もらえると、すごく分かりやすくなるかなと思います。はい。皆さんコメントいろいろくださってありがとうございます。はい。まずは、ゆゆきちさんかな？ゆゆきち101さん。はい。ありがとうございます。相変わらず、字が重なってしまってよく分かりませんが、木村真由美先生かな？はい。おはようございます。はい、ありがとうございます。次が、何でしょう、行く、わかりません。ごめんなさい。行く、ん、も、な、しさんかな、ごめんなさい。読めなくて、ごめんなさいね。ウェブもありがとうございます。あ、ハートも上がってきた。ありがとうございます。あ、ヨッピーも見てくださってありがとうございます。あ、そして、はい、札幌のニキ先生、いつもありがとうございます。うん。はい、おはようございます。はい、ヨッピー。ね、今日もありがとうございます。そして、アルペジオ、谷先生かな？谷よしこ先生かな？はい、ありがとうございます。
次の方のも読めない、ごめんなさい。なんだろう、なんてお読みしたらいいんでしょう。ね、本当このハンドルネームってね、読み方が分かんなかったりしますよね。はい、FG748 先生もありがとうございます。31MA26 さんも、はい、ありがとうございます。そして、吉野智子先生かな、ありがとうございます。はい、エツリンコ先生もいつもありがとうございます。はい、五度圏表の左回りですね。そうそうなんです。ね。だから五度圏って、右回りで五度ずつ上がっていくっていうのが普通ですよね、一般的。うん。だけどね、それだから反対に回すと、四度ずつ上がっていくことになるんですよね。だけどなんか、こう、上がっていくってイメージ、こう、右回りのイメージがあるんですよね。うん。それで、なので、正しくは四度圏って言ったらいいのかな。うん。だから、右回りで、4度ずつ上がっていくっていうふうにね。だから、フラットの調合がどんどん増えていって、それで、G フラットのところで F シャープに読み替えて、それで今度、シャープの調合は減っていくっていうね。うん。その回り方がね、私好きなんですよ。うん。ね、4度上がるっていう、やっぱりなんかね、こう右回りで上がっていくっていう感じで、うん。そしたらね、エレクトン奏者、今は、ケンハモ奏者になってしまわれてる、松田マザーさんね、ずいぶん前ですけど、Facebook で投稿されてて、俺のは、世の中のと違うけど、でも俺はこれが好きだから、これで行く、みたいなね、Facebook で投稿されてたんですけど、で、なので私も、大賛成とか言って、私もそれですとか言ってね、コメントしちゃったんですけど、うん。だから、そう、ね、正しくは四度圏かな。とにかく右回りで四度上がるっていう風にしていった方が、なんだか、わかりやすいかな。はい。好きです。はい。なので、皆さんもね、ぜひね、右回りで4度上がるっていうので、やってみてください。うん。なんかね、馴染みますよ、それ。うん。はい。そして、西村ピアノ先生もありがとうございます。はい。細川久美先生ですね。はい。いつもありがとうございます。そして、ロングジション期、あ、山崎先生も。はい。ありがとうございます。そして、なんでしょう。また重なってますが、あ、ナオミ、ウイ先生。あ、ナオミ先生ね、お久しぶりです。先生もね、ほんとご活躍で。なんか、私のこのライブの直前に、いつもライブなんですよね。なかなか私、お邪魔できなくて、残念な思いしてるんですけど、あ、でも、アーカイブで見せていただいてます。うん。ね、直美先生も大活躍ですよね。はい。ね、和声もぜひまた続きやってくださいね。はい。山崎先生、ワクチン接種日で今から拝聴させていただきます。あ、もうワクチン接種してらしたのかな？そうですか。ね、どこの、をやったんでしょう、ファイザーかなモデルナかな、うん、私も実はね今度の日曜日にねやることになってるんですけど、なんかモデルナは副反応がすごくきついんですって、うん、で私も実はねもうファイザーはないと言われモデルナをやることになってるんですけどね、だから副反応どうなるんでしょうね、うん。楽しみでもないけど、さあどんな反応出るかなみたいな、はい、ちゃんとね、身構えております。はい。そして、ひろこ、0218先生、ありがとうございます。そして、何でしょうか。ね、重なっちゃって、どなたでしょう。ともきよ先生？ああ、ともきよ先生、西川、ともきよ先生ですか。はい、ありがとうございます。はい、ね、先生もなんかいろいろね、ご活躍で。はい、また今度一緒にライブできたら嬉しいです。はい。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。髪型素敵です。あ、ありがとうございます。はい、ね、直美先生。
はい、本当ね、本当に久しぶりですよね。うん、もうぜひぜひまたね、ね、先生お仕事一段落したら、続きやってください。はい、髪型ね、そう、これね、先週からこういう風になったんです。はい。はい、それで、なんだ、むつみエレクトーン先生もありがとうございます。はい、そして、ゆきさん2923さんも、はい、どうもどうもありがとうございます。そして、MY、なんでしょう。111、うん、先生かな？はい、ですね。あー、ごめんなさい。なんか本当見えなくて。はい、直美先生。そうそう。9時から9時半でライブさせていただいてます。そうそう。ね、そうなんです。ちょうどだから、うん。なんか続いてるんですよね。私のとね。はい。そう、いつも、あー、見れないとか思って。ね、思ってます。これ、なんてお読みするんでしょうね。上下、いや、ごめんなさい。読み方がわからない。アーカイブ見られますか？はい。アーカイブも、しばらくは残しときますし、で、あと、YouTube にアップして、保存してますので、またゆっくり見てください。はい。そんなわけで、はい。今日の、お題はというか、テーマは、まあ、とにかく、和声がわかる決め手、鍵は、俗詞の解決だっていうことです。なので、皆さんぜひその淀圏ね、右回りで淀上がっていくという、うん、タイプの、五度圏で、もうぜひぜひ、試してみてください。もうだから、とにかくあれ一周すれば全長できるわけですよね。うん。それで、だからメジャーのとマイナーのと、それはもう別にしないとね、できませんから、メジャーバージョンとマイナーバージョンと、うん、両方やってください。そしたら、全長できることになりますからね。はい。ケヤキミュージック先生、あ、吉田先生、ありがとうございます。なんでしょう、ありがとうございます。あ、中川陽子先生ですが、これ、ション、ね、今度読み方を教えてください。いつもわからなくて、すいません。ありがとうございます。でもね、いつもいつも。はい。ありがとうございます。で、マルキ5090。あ、あ、鈴木さんですね。ありがとうございます。そして、はい。またまた、重なっててわかりませんが、ミュージックチカ先生。はい。ありがとうございます。あ、四国のチカ先生かな？かもしれないですね。ありがとうございます。遅れました。おはようございます。はい。うん、そう。ね、そろそろもう終わろうかなとか、思っておりますが、はい。また、YouTube で見てください。いつもありがとうございます。はい。というわけで、今日の、おしゃべりは、もう全部喋ってしまいましたが、うん。なんか皆さん、ご質問とか、なんかありましたら、コメントください。大丈夫かな？ね、皆さんね、いつもなんか聞いてるばっかりで面白くないんじゃないかなと思うんですけど、ね、どんどんこうコメントしてくださると嬉しいんですけどね。はい。はい。ということで、はい、YouTube で拝見します。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ見てください。はい。ということで、では、今日はこれにて、はい。失礼しようと思います。はい。そう、吉田先生も、はい。アーカイブでぜひ、ありがとうございます。クラビアシュール先生も、はい。せっかくお話いただいたのに、はい。これでおしまいなんです。ごめんなさいね。はい。ぜひ、アーカイブで見てみてください。おー、ありがとうございます。もう、ハートがね、いっぱい小化け上がってくると、本当嬉しいですね。はい。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。良い一日をお過ごしください。それではでは。